救急番走行の理面。古典的なガーゼの使用は、総称部位を乾燥させる、従来の理論に基づいている。しばしば固着するため剥がす際に痛みを伴う。近代的な総称被覆剤は、総称部位を湿潤状態に保ち治癒に適した、環境に整える。その一つ、ハイドルコロイドの包帯は、適宜カットして用いることができる。総称被覆剤、ドレッシング剤は、 創傷や熱傷、褥瘡を覆う素材である。創傷ドレッシング、あるいは単に、ドレッシングとも。近年の故障では、以下、近代的ドレッシングを指し、ガーゼを含める場合と含めない場合のどちらかの意味で、使われている場合がある。古典的なガーゼは、乾燥を促した。しかし20世紀中頃より示された出順療法の、理論は1980年代に入り、 近代的ドレッシング剤を生み出してきた。相生部位を乾燥させない、ハイドロコロイド、アルギン酸塩といった近代的ドレッシング剤が登場した。ドレッシングは、覆う、被せるという意味であり、相生被覆法というよりは、その処理法、管理法の方が適切である。ドレッシングは、英語圏の辞書では、単に包帯と混同されていることもある。手当用品とも訳せるが、 治療行為も手当てと呼ばれるため適切かどうかには疑問がある。日本熱症学会の訳語ではドレッシングを包帯、被覆剤としている。日本皮膚科学会の総称ガイドラインにおける用語の定義では総称被覆剤はガーゼを含み、ドレッシング剤は湿潤環境を作る、被覆剤でガーゼを除くとしている。しかし、ドレッシング剤の用語は一般にガーゼを含める。 理想的な総称被覆剤は以下のような特徴を持つ。ガーゼなど従来の総称被覆剤は傷口にくっつき剥がす時に痛み、また湿循環境を作ることができない。これら古典的な被覆剤は湿潤環境を維持できないため、浸出液の少ない軽症の場合、あるいは上から覆うなど二次的な包帯として用いられ、近代的な総称被覆剤に置き換えられている。 ガーゼと外用剤の組み合わせでは傷に固着するため、交換時にこれを剥がす時に痛みや皮膚の損傷を伴うことも多いが、新しいドレッシング剤は疼痛を大きく緩和したものがあり、とりわけ交換時の痛みを軽減するシリコン粘着剤を使ったものも増えてきた。早傷からの浸出液の量などによって素材が選択される。半透過性のフィルムは、 空気や水蒸気を透過する透明なポリウレタンで浅い、傷の上皮化に推奨される。当初はポリエチレン様のナイロン誘導体から製造されたが、浸出液の多い場合には、周囲の組織に軟化を引き起こした。ハイドロコロイドは、広く用いられており、水蒸気は透過するが最近は通さず、総称や熱傷の経度から中等度の浸出液に向く。また、 痛みがないため小児に推奨される。二次的な包帯としても用いられる。ハイドロゲルは水分を含みやすいため、湿った環境に適しまた容易に除去できるが乾燥した場合にも向く。感染、重度な寝室には向かない。アルギン酸塩は海藻由来のアルギン酸のナトリウム塩やカルシウム塩の形で製造されており、浸出液、血液を吸収し、 保護膜を形成するが、その特性は、相生部位の脱水ともなる。中等度から重度の浸出液に向き、乾燥した相生やスリード熱症への効果は、不明である。蜂蜜は無毒でヒアレルギー性で、傷にくっつくことはなく、痛みを与えず、心を落ち着かせ、殺菌スペクトルは、広域で、抗生物質の耐性菌にも有効であり、かつ、耐性菌を生まない。 元となる花の種類は効果に差を生じさせないようである。蜂蜜は流水後、火傷に直接つけるか、ガーゼに浸潤させたり、また閉塞性のドレッシング剤に手をってもいい。交換頻度は、浸出液によって蜂蜜が薄まる速度に応じて行う。食品用ラップは、プラスモイストが登場するまで、傷や火傷の湿潤療法の普及者である、夏井淳や、 同じく褥瘡に対する、戸谷部俊一が用いてきたものである。極めて安価であるが、火傷では、ラップの欠点は、吸収力がなく、ずれやすく、破れやすく、飛び火を作りやすいため特に暑い時期には1日数回、洗浄、交換が必要となる。浸出液の多い場合は、上からおむつで折った。戸谷部俊一によれば、ラップは閉鎖しないため浸出液を閉じ込めることはなく、 傷を閉鎖することはない。2005年には、水切り袋とおむつを組み合わせて、被れることが減るなど改良され、その後、メーカーとで試作し、モイスキンパッドが誕生した。セラミド含有のドレッシング剤は、皮膚バリア機能を損なった人に、セラミドの皮膚への移行を増加させ、水分保持を増加せるため直送を予防する、可能性がある。テープなど、 貼り付け剤はあまり研究されていないが、皮膚の保湿性を損なうことがあり、鎮痛薬では、ケトプロフェン貼り付け剤のものに見られた。貼り付けから1日後に、アクリル系粘着剤を使った、ポリエチレン、合成ゴム粘着剤の塩化ビニルでは、皮膚水分量が増加し、剥がすと蒸発量が上昇し、アクリル系粘着剤を使った、不織布では、水分量の増加。 蒸発量の増加の変動が少なかった。試験中アクリル系ジェル粘着剤ポリエチレンが剥がれた。回数は31回。アクリル系粘着剤不織布は7回。他は1から2回であった。多くの種類の抗成物質が使われ、総称被覆剤にも組み込まれたりしたが、21世紀初頭には新たな抗成物質の開発は停滞してきており、耐性菌の問題も、 抗成物質の過剰な使用や誤った使用によって、急増している。そのため、耐性菌に対応するための精油、蜂蜜、銀や金など、金属のナノ粒子を使ったものが研究され、相証被覆剤に組み込まれるようになった。銀イオンを放出することにより、抗菌効果を謳った製品があるが、これらは、例外なく、正常細胞への毒性を持ち相証治療を遅らせる。 ことが判明している。精油は耐性菌の出現にほとんど影響しないが、反復的な使用や濃度によって相性に対して悪影響となる場合がある。T3、セント・ジョー・ンズワーとラベンダー、オレガノの研究がある。英国国立医療技術評価機構による2018年2月までの証拠の調査では、ガーゼは もはや日常的に使用することは推奨されていないが、新しい総称治療のためのドレッシング剤については、堅牢な証拠が欠けているため、どれがいいかといった判断までは下せていない。そのため、その傷への適性によって選択する。抗菌作用のある用土や義務含有する、抗菌性のドレッシング剤については、感染の兆候や症状がある場合の使用に限る。 2014年までのシステマティックレビュー5件では、スルファジア人銀眼油ドレッシングの方が、治癒期間が長かったというものも含まれる。それは以下を含む。2013年の国乱レビューは、SSD は生合成ドレッシング剤、銀コート、またはシリコンコートのドレッシング剤より、不利な治療結果となっていることと、ハイドロジェルによる熱症の治癒期間が早いことを発見した。 2010年の国乱レビューは26のランダム化比較試験を発見し、SSD 含有ドレッシング剤やクリームが治癒を促進したり、相性による感染を予防するかについての証拠は不十分とした。2012年のシステマティックレビューは14の RCT を発見し、火傷の治癒を促進したり、感染を予防するというよりは、その逆だと結論し、内訳は SSD クリームとガーゼ12、SSD ガンシンガーゼに、銀ナの結晶ドレッシング剤。2014年のランダム化比較試験は、軍事による総称に対して治癒及び感染について、銀ナの結晶ドレッシング剤と、無菌ガーゼを比較して差がなかった。別の2014年のシステマティックレビューは、小児の部分層熱症に対して7つの RCT を発見し、 SSD を用いない治療と比較して、銀を用いない方が治癒期間を短縮し、感染率や皮膚移植率には差がなかった。2017年のシステマティックレビューは9つの RCT を発見し、蜂蜜ドレッシングはスルファジア人ジ銀ンンドレッシングより良好とした。蜂蜜は最古の総称皮膚剤の一つであり、総称に有効性を示した研究は少なくなく、 システマティックレビューは、熱症に対して、近代的なスルファジア人ジン,ンよりも良好な治癒効果を見出している。蜂蜜は傷口を治療するため、古代ギリシャ文明のペダニウスギオスコリデスのデマテリアメディカにも記載され、シュメール文明、エジプト文明、アーユルベーダ、漢方薬、聖書にも薬として記載され、現代医学が再発見している。様々な地域で、 民族的に使われており、例えば、中国では、傷跡が残るのを予防し、変色やそばカスを除去するとされてきたし、特別な総称被覆剤で、総称や、熱症以外にも、白線、白、吹け、おむつかぶれ、感染、痔にも使われてきた。救急番走行は、1920年、ジョンソンンド・ジョンソンの社員リックソンが、自分が家にいない時の妻のために、 テープの真ん中にガーゼをくっつけたバンドエードを考案したのが始まりである。アルギネートは1881年に海藻から発見され、総称に当てると凝固してフィルム状になる。その海藻自体はもともと海兵に被覆剤として用いられていたもので、この海藻のアルギン酸カルシウムを繊維状に加工したものである。1950年代に 創傷や止血に使われたが、経済性のため1970年代に製造規模が縮小し、新しい創傷自由理論が再評価されると、1983年に復活し、総部産として販売された。ハイドロコロイドは他の治療に用いられていたが、1973年に有効性が確認された。1982年にハイドロコロイドのデュオダーム、 イギリスでプラスチックドレッシングのシンタダーム、1983年にアルギネートが再評価され、総武んが発売され、1987年にウレタンフォームのハイドロサイト、1993年にハイドロゲルのイントラサイトジェル、これらのプラスチック製の総称ドレッシングが近代的ドレッシングと呼ばれる。ジョンソンエンド・ジョンソンは2004年にハイドロコロイド製の バンドエイドキズパーパッドを発売。自由に切って使えるシート状のプラスモイストやハイドロウェットといった商品も販売されている。他にもケアリーブなど様々な製品が登場している。ありがとうございます。